はい、じゃあやっていきましょう。で、前回はね、調子が良かったのかな？どうなのかな？ 6 面まで来てしまいましたっていうことで、ここ、何？6の4まで行ったんだっけ？どうだっけ？行ってないんだっけ？行きましたかね？ちょっとよくわかってない。危な、あ、今の危ないわ。わかってないですが、どんどん行きましょうね。ここでファイヤー取れるんじゃない？おお、運がいい。ああ、またお前来んのか。そういうことか。でもすぐにお帰りになりましたと。あれ、ジュゲームだっけ？なんかそんな名前だったよね。みんな、名前あるんだよね。このカメとか言ってるけど。ちゃんとした名前あるよね。知らないだけで俺が。だからこのヘルメットにも名前があると。ヘルメット、メットンとかじゃない？違うのかな？危ない。あー、これどっかに入るとこあるんだっけ？今までの苦労が水の泡やないかいと。これ当たらないのかな。これここからうまいことやったら、あ、無理か。ちょっと無理っぽいな。これは上からこっちから行った方がいいんだね。あ、ジャンプできんのか。ここ意外と長いよな。ここってハンマー出てこないよね。ここも何もなかったんだよね、確か。この上は何もない。まあでももうゴールかな。あるならもっと手前だよね。ね、あ、お前が来て終わりか。よしよし。今日はなんとかね、6の、4をクリアしたいよね。で、7面をちょっと見てから終わるぐらいの。まあでもそんなに甘くねえか。いや、甘い感じでお願いしたいんだよね。これどっから来るんだっけ？ミサイル。大砲か。おっと、今滑りすぎた。危なかった。途中から来るよね。うっと、今のはやばい。ここら辺かな？で、いい感じのところで来るよね。うん。ちょっと待って。コントローラー落とした。ちょっと待った。マリオじゃなくてコントローラーが落ちた。どういうことやねん、今。あれ？あ、これもう進んだのか。今の。で、終わりか。今の無駄だったな。今のは滑ったな。で、ここが本番と。まあでもいつかはね、これ、なんだろう。ちょっとこれどうなってんの。連続で来るのか来ないのかさ、しっかり。いや、だからさ、これ初手ダメなのか。いや、もうほんと、これの、何に、ルール、ほら来ないじゃん。なんで？どういうことなの？ごめん。今のは死にかけた。この上に乗れば安全なんじゃない？ねえ。発見してしまった。ちょ、これ降りれない。降りんのむずい。
あれキノコあるんだよね。あれ取ってうまいことむずいよな。そうか、ここで結構俺死んだんだよね、確か前回。そうそう、着地にねファイヤー置いてくるんで。で、どんな感じだったっけ。ああ、こういう感じだから下から行った方がいいんだよな。おっしゃ、よかったね。これはでかい。で、でかいキノコがお帰りだと。で、7面やってまいりましたと。ここ、あー、そういうことね。これ前回やったよな。そうかそうか、俺思い出したわ。ここでいろいろ試したんだよな。あー、ダメだ。これ間突き抜けないで行った方がいいな。そうなんだよ、マイクのテストでやったんだよね。いやー、ダメだ。何面が正しいんだっけ、俺。7面からが正解なんだっけ。あ、テストね。どこらへんにうまくやればいいんですかと。危ない。で、ここにハンマーがいると。なんで華麗に逃げていく。おっしゃ。斜めで無理だったんだね、途中で。途中でアウトでしたと。ああ、ここはそうだね。着地際に大砲に当たったりしてひどいことになってたよね。思い出してきた。だからどこでやられたんだ俺。7-4かな。違うな、多分水中ステージがあるんで。これほら、ここで苦労して7-3あたりで力尽きたのかな。いいかいいかいいか、もうちょっと引っ張りたかったな。これでこうやって引っ張っていって、違う違う、こうだこうだこうだ。でこう向かせる。そうすると向こうに行かないんかい。なんでやねん。行かなんだから行けよお前。あれ、なんで行かないの？おかしいな。まあいいか。今のやばかった。で、このまんま抜けていく。結構長いな、これ。で、途中からイカが出てくる。嫌がらせに来る。で、このまんまご退場願うと。で、まあ、あとは、ご退場願いましょうか。帰っていくよね。お、いける、行くよね。オッケーオッケー。まあ、これぐらい、ゆっくり行けば、俺でもクリアできると。まあ、だから、理想はね、ワンコインで最初から最後までクリアしたいよね。まあでもそんなことを考えたら何年かかるんだって話になるんでやりませんが。
まあでもやってもいいんだけどね、終わらないよね多分。一生終わらない旅になるんで。危ない。いいよ。いいよくない。このカメ早くないか。で、飛んでるカメがいて、あー若干ね、降りてくるんだよね、あのカメ。厄介だよね。あー、で、ここは行ったんだ。だから、7-4だ。7-4で、ゲームオーバーになったんだね。違うわ。8面まで行ったのか、俺。で、満足してやめちゃったんだ。これ下だ。下、真ん中、上。っていうルートで、正しい道が開けると。いうことになっているんで、頑張っていきましょう。で、降りて、真ん中、で、上。で、ゴール。ブワーって来るよ。来るよ。おっしゃ、ここはまあ余裕でしたね。で、8面をちょっと見て、今日は終わりましょうか。8面ね。ポン。まあだからなかなか、うん、基本はできてきてるよね。すんげえ遅いけど、歩みは遅いがクリアはできるようになっていると。で、これはジャンプしないといけないところだ。ここはキノコはないんで、さっさと行きましょうか。いやー、だから問題は、ハンマーだよね。あのクソハンマーたちがどうなってんのか。あそこ変わってんのかな。同じなのかな。これが、あ、ここなんかあるんだ。あ、サーがあるんだよね確か。違ったっけ。あったあった。 OK。なかなかいいね。いいよいいよ。で、この次がちょっとむず、ああばっか。調子に乗ったわ。今結構順調だったのにね。まあでもなんとなくまあ覚えている部分もあるんで、だからまだやれてるよね。ここだっけ。キノコがないのかな。残念なところなんですが、まあしょうがないね。で、この先は危ないよ。で、ここにスターがあるんで待ち構えてスタートと。ここのジャンプが微妙にこの後半難しいよね。ボタンを押しているつもりなんですが、ジャンプができていないっていうね。こういう感じになるんで。で、確かここら辺に大砲が。あ、これ、ここで終わりなんだ。あ、そうなんだ。あれ、俺が思ってたのと違うな。あれ、この後だっけ。大砲があって、で、なんか、あれ違うのか。なんか勘違いしてんの、俺。で、ここはここでギリギリで待つ。で、抜ける。で、ワンナップがあるんで、出しながら、で、飛び越える。ピョーンと。OK。
俺で死んでも大丈夫。あ、ここか。俺が思ってんのここか。で、ジャンプジャンプ一番と。いいよ。危ないよ、お前ら。あ、ここここ。俺が思ってたのここだ。違うねん。あれ、なんかああいう感じでジャンプできなかったっけ。違ったっけ。やばいな、なんか記憶とちょっとずれてんの。よーん、危なかった今の。まあでもね、ワンナップいただいてるんで、まあ何歩死んでもいいのよっていうね。では上をきれいに飛んで、おお、きれいだよ。きれいだけど危ない。これどうやってやったんだっけ。なんか適当にやってったら、あー、いけない。あー、ジャンプできない。あれ、あんまり意識せずにやってたんだけど、意外にむずいな。あそこをちゃんと攻略していこう。今の危なかった。あー、今のギリギリ消えそうだったね。マリオのキノコが消えそうでした。ちょっと怖い。大砲と一緒に歩いていくのは嫌だ。で、もう一回チャレンジ。だから、あの1段目のところにうまいことジャンプして、おっしゃ。考え出したら危ない。ちょっと難しいよね。シビアすぎねえかっていう。ワンナップできそうだな。ここが調子に乗ると打ってくるんで、おっしゃ。ここはなんだ。あ、亀が来るんだ確か。亀が来るんだよね。そりゃ俺はもう覚えてるよ。やられたんで。オッケー。あ、ここだ。あー、だから大きい状態で行きたいんだよね。だから手前の段階で斜めの状態斜めの時からもうちょっとバカバカバカ。やめなさい、あなたたち。冷静になるんだ。オッケー、これでキノコがどっかにあったよね。で、次のキノコ、あーっと待った。今のはやばかった。今のはちょっと危なかった。で、どうだっけ。ここにもいるんだよね、確か。いや、違う。あー、やらかした。ここのキノコむずいよね。ってことを考えると、まああんまり、おっしゃ、抜けた。よっしゃ、抜けた。いいよ、これで。あー、まあまあまあいいでしょう。オッケーオッケー。今のは良かったね。キノコを犠牲にして、ふう、肝が冷えた。で、問題は、ちょっと待って。おっしゃ、喉も潤したんで行きましょうか。で、これが確か、ワープゾーンがあるんだよね。
で手前のも外れなんで奥に行きましょうっていう、こういう遊びだったよね、確か。ここだ。で、どうだっけ？あ、そうだ、上だ。上に、隠しのブロックがあるんで。お前飛び越えてくるが、ちょっと待って、危ない。今の危なかった。ここだ。いや、何してんの俺。あの、飛んでる亀嫌いなんでね、俺。恐怖症なんで。単純にあれか。スピードが速くなっているから、タイミングが微妙に違うんだよな、前回と。下の亀とか。そういうことか。ここはまあスルーでいいと。で、さっと行って登る。オッケー。これでいい。あの亀は相手にしたらダメ。死んでしまう。で、どこだっけ？ここだ。あ、違う。ああ、違う。抜けるんだ。ここだ。え、ここで合ってんだっけ？多分、水に入るんだよね。うん。で、あとはどうだっけな。覚えてないな。で、向こうに行かして、お前も来んのか？お前も来るんだな。案内するよ。はい。あ、違う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 。お前こっちこっち。違う違う違う、こっちこっち。ああ、これ、一匹はダメなんだ。なるほど。まあいいや。時間がないんで。急ぎましょう。ここはまあ、7のよりマシだよね。ああ、そうだ、お前だ。忘れた。しまった。心の準備ができてなかった、今。じゃあ、ああ！もっとインコースつかないとダメなんだ。そういうことか。あそこ一発はちょっと無理だなぁ。思い出したんだよね。またあのタイミングを測る旅が始まるのか。まあでもあそこまで行けるんなら。まあ、結構順調に行けてたよね、今ね。やれそうだよな。おっしゃ。ここはもういい感じだね。で、下から魚が飛んでくるんで、気をつけながら行きましょう。オッケー。で、ここに入る。で、イカに怯えながら進んでいきましょう。で、この一匹は、向こうに追いやれる。うわ！今のやばかった。今のやばかった。おっしゃ。一回勝負だよね。おっしゃ！来い！ちゃう！勝負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 ！おっしゃ！これでクリアだよね。違うの。この星のやつ、何個もあんのかな。これでスケベーなマリオが。うわぁ、2回目の中。これはもうこの後ね、夜大変だよね。なんだろうこれ。サンキューマリオ。あ、平和になったの。
やばい。英語が読めない。HURRAH って何これ？まあ、おめでとうってことだよね。まあね、これでね、今までマリオをクリアしたことなかったんですが、クリアしたことあるよと、胸を張って言えるんじゃないでしょうか。まあ、下手だけどね。まあ、どんな無様な格好でもいいんで、クリアはできたんで、まあ、胸を張って言えるんじゃないでしょうか。というわけで、今回はこの辺で終了。お疲れ様でした。